皆さんは格闘技のゲームや漫画に熱中したことはあるでしょうか。ハマった経験のある人はわかるかと思いますが、作中には登場人物が放つ活かした必殺技が多数登場していますよね。そのかっこよさに憧れて、いつかお気に入りの技を繰り出して相手を打ちのめしたいと思い立ったこともあると思います。ちなみに私はあります。しかし漫画の世界はこの現実世界では実現不可能な技もあるのも事実です。しかし驚くべきことに、リアルでもゲームや漫画の必殺パンチを放った選手たちが存在しているのです。今回はそんな超人ともいえるボクサーを5戦を紹介していきたいと思います。最後までついてきてくださいね。もし皆さんにもお気に入りの技があれば、動画を見た後にコメントしてもらえればと思います。まずはじめに紹介するのは、格闘技ゲームストリートファイターシリーズに登場する昇竜拳という技を放った沼田義明選手です。格闘技の必殺技といえばこの技と言っても過言ではないのではないでしょうか。知らない方のために説明すると、体をひねりながら飛び上がり相手にアッパーカットを叩き込むというものです。そんな昇竜拳が飛び出したのは沼田選手とラウル・ロハス選手の一戦でした。沼田選手は1962年のデビュー以来、精密機械と呼ばれる正確な技術を駆使して1965年に世界チャンピオンとなりました。打たれながらも相手の隙を逃さず狙う我慢強いスタイルで名を馳せたのです。沼田選手は初防衛戦で小林博史選手に敗れるも、続くレネ・バリエントス選手相手に王座を奪還、そして2階級制覇を狙うロハス選手の挑戦を受けたのです。試合の序盤は軽快な動きを見せていた沼田選手でしたが、強打が得意なロハス選手にプレッシャーをかけられる4ラウンド、ロハス選手のペースでロープ際に追い込まれ、しつこくボディにパンチを浴びせられます。たまらずダウンする沼田選手、なんとか立ち上がりますが、なおも強烈なボディを食らい続け、体を丸めて耐えています。試合の決着は続く5ラウンドで訪れました。立ち上がりはまたしても追いやられ、ロハス選手の連打を浴び続けます。実況のアナウンサーもコーナーから出なければダメと必死に訴えます。しかし沼田選手に抜け出そうとする素振りは見えません。これこそが沼田選手の真骨頂、相手の攻撃に耐え虎視眈々と隙を狙っているのです。疲弊したロハス選手の連打が終わる時を狙い、沼田選手は右アッパーで反撃しました。不意をつかれたロハス選手でしたが、このピンチをしのぎます。さらにコーナーに追い詰めボディを攻撃、今度こそ大ピンチだと誰もが感じたことでしょう。しかしこの時も沼田選手はロハス選手の隙を突こうとしているように見えます。徐々に攻撃が弱くなり始めた頃、カウンターを浴びせ形勢は逆転し、ワンツーパンチから見事な右アッパーが直撃、昇竜拳が炸裂した瞬間でした。ロハス選手はたまらずダウンし、沼田選手の大逆転 KO 勝利となったのです。この結末にアナウンサーもびっくり、大ハプニングが起こった、と興奮している様子でした。なかなかお目にかかれない昇竜拳が登場した試合はこれだけではありません。2019年のジョン・ミエル・カシメロ選手 VS 山下健也選手の試合でも披露されました。世界3階級王者のカシメロ選手、5ラウンドで左の昇竜拳を放ち、さらに6ラウンドでは右の昇竜拳を繰り出します。それをまともに受けてしまった山下選手は、レフリーがストップをかけた後に崩れ落ちてしまいました。このことから見るに、昇竜拳は現実世界でも非常に威力の高い技であることがわかると思います。相手にヒットさせるのは至難の技ですが、当たればほぼ確実にダウンを取れる技と言えるでしょう。2つ目にご紹介するのは、明日のジョーに登場する主人公矢吹城の得意技、クロスカウンターを放ったユーリ・アルバチャコフ選手です。クロスカウンターとは、選手両者が正対している時、相手が打ってくると同時に相手の左ストレートに合わせ、その外側から右フックをかますテクニックです。左に対して右という風に両者の腕が交差することになるため、この名が付けられたようですね。成功すればダメージが大きいですが、失敗するリスクも高い高等技術といえます。ユーリ選手はアジア系ロシア人であり、アマチュア時代に世界大会で優勝、日本のジムからのプロ入り後は1年余りで日本王座に輝くという素晴らしい実績を持った選手でした。ユーリ選手は左ジャブ、右ストレート、左フックとどのパンチにも非常に定評がありましたが、とりわけ相手の左パンチに合わせて放つ右のクロスカウンターを得意の必殺技としていたのです。そのクロスカウンターを拝めたのが
WBC 世界フライ級王者ムアン・チャイ・キティカセム選手に挑戦した際でした。有利選手の右クロスは矢吹状のクロスカウンターさながら相手の左に自身の右腕をクロスさせる見事なものでした。そのあまりのキレの良さに観客たちは騒然となるほどだったのです。8ラウンドを迎えた時、激しい打ち合いの中で今度はさっきまでとは違うタイプの右カウンターを放ちます。その強烈な一撃が炸裂し、世界タイトル戦に終止符を打ったのです。相当内力を誇ったクロスカウンターだったのでしょう。まともに食らった相手のムアン・チャイ選手は失神して立ち上がれませんでした。その後有利選手は9度の防衛に成功。これは日本のジムに所属する世界同級王者として過去最多の連続防衛記録となりました。続いてご紹介するのは、初めの一歩から宮田一郎が得意とする技ジョルトカウンターです。命知らずの技としても有名で、攻撃のすれ違いざまに体を相手に投げ出すように大きく踏み込みます。相手をすり抜けつつ体重を乗せたパンチを打ち込むため威力は非常に高いが、反面隙も大きくなり、その危険性の高さから使いこなせるボクサーはほとんどいません。しかし炸裂すれば一発 KO 必至の技といえます。その信じられない技を放ったのは元世界4階級制覇王者ファン・マヌエル・マルケス選手。その試合とは WBC スーパーフェザー級タイトルマニー・パッキャオ選手との一戦でした。マルケス選手といえばパッキャオ選手との4度の対戦が有名です。それまでに2004年のフェザー級、2008年のスーパーフェザー級、2011年のウェルター級と3度対戦し、全て判定でパッキャオ選手の2勝1分け、3試合ともマルケスが勝っていたのではないかと語る人もいたほど大接戦ばかりでした。パッキャオ選手が階級を上げると、それに合わせてマルケス選手も階級を上げていきました。しかしいくら好ファイトが約束されたカードとはいえ、4度目となれば新鮮味は薄れ、ビッグファイト独特の高揚感は今一つ感じられませんでした。ですがゴングが鳴ると、この戦いはシリーズ最高の激闘になったのです。3ラウンドにマルケス選手の右オーバーハンドで4度目の対戦にして初めてパッキャオ選手からダウンを奪います。しかし5ラウンドにはパッキャオ選手が左でダウンを取り返し、試合中盤には会場のボルテージも一気に上がりました。この試合パッキャオ選手は絶好調とされており、映像を見てもこの日のパッキャオ選手の動きは非常に良かったのです。一方より厚みを増した体で決着戦を迎えたマルケス選手には従来のキレが感じられませんでした。4、5ラウンドとパッキャオ選手が支配します。誰もがフィリピンの英雄が KO 勝ちに近づいてるように感じていたことでしょう。そして迎えた6ラウンド終了間際、衝撃の結末が訪れました。パッキャオ選手が鋭く切り込み、右のパンチを放った瞬間、マルクス選手は全体重を右の拳に込め、ジョルトカウンターを放つのでした。この威力マックスの一撃が、パッキャオ選手の顔面に直撃し、そのまま前のめりに倒れ込みます。当然パッキャオ選手は失神、しばらくピクリとも動かなかったのは明白です。4度目の対戦にして、見事な KO 勝利を飾ったマルケス選手、インパクト、ドラマ性、フィニッシュの衝撃度でも、最高級だったこの一戦、米国内の多くの媒体から2010年代最高のファイトに選出されたことが示す通り、間違いなく後世に語り継がれる一戦でした。続いてまたしても初めの一歩に登場するボクサー真柴亮が繰り出す必殺技のフリッカージャブとチョッピングライト、2つ同時にご紹介していきたいと思います。まずフリッカージャブとは、左手を下げた位置で構え、脱力した状態から鞭のようにしならせて打つパンチで、通常のジャブとは違う変則的な軌道を描くジャブです。チョッピングライトは打ち下ろしの右ストレートのことを言います。長身のボクサーが上から下へ叩きつけるように打ち下ろす右パンチです。ピックアップする試合はライト級歴代最強のロベルト・デュラン選手とスーパーウェルター級歴代最強、長身が特徴のトーマス・ハーンズ選手の一戦です。WBC スーパーウェルター級王座をかけての戦いでした。ハーンズ選手はこれまで38勝1敗、185センチメートルの長身と2メートルを超える長いリーチで繰り出すフリッカージャブとチョッピングライトは非常に強力でした。この2つの技を駆使して彼は32もの KO を勝ち取ってきたのです。デュラン選手はハーンズ選手に比べるとリーチが約35センチメートルほど短かったため、
デュラン選手が入り込もうとすると、ハーンズ選手のフリッカージャブが飛んでくるのです。石の拳という異名で、業界を脅かしていたデュラン選手、77勝も 18KO という、凄まじい記録を保持していた彼でさえも、ハーンズ選手の連打で押し込まれ、フリッカージャブに対処することができません。ついにはチョッピングライトを受け、開始早々にダウンを取られてしまうのでした。ハーンズ選手は自身の長いリーチを生かし、自分のパンチが届く距離のみの安全圏をキープし、試合を有利に運びます。続く2ラウンド目、ダメージが蓄積したデュラン選手に対して、またしても連打を叩き込むハーンズ選手、80戦以上を戦い、その中でもあまりダウン経験のなく、タフな選手であったにもかかわらず、ハーンズ選手のチョッピングライトがあまりにも強力すぎたのでしょう。リングの端でパンチの応酬を食らい続け、最終的にはまたしてもチョッピングライトが炸裂、失神KO負けを喫したのです。そのあまりにも豪快な一撃だったあまり、人々はこの試合を後にラスベガス恐怖の一撃と名付けたのです。まさしくその名にふさわしい一発ですね。ちなみに余談ですが、この試合は当初 WBA の同級王者であるデュラン選手と WBC 王者であるハーンズ選手との統一戦として行われる予定でした。当時 WBA は15ラウンド制、 WBC は12ラウンド制で試合が行われていたため、ラウンド制がネックとなり、両団体との交渉がまとまらないという状況だったそうです。そこで WBA はタイトルマッチとして認めず、逆にこの試合を強行した場合、デュラン選手の王座を剥奪するという警告を出す事態となりました。しかし試合は強行され、デュラン選手はリングに上がった瞬間に WBA 王座を剥奪されてしまいました。さらにデュラン選手は敗戦してしまいましたので、結果的に彼にとっては非常に辛い結末になったと言えるでしょう。最後にご紹介するのはスマッシュと呼ばれる、こちらも初めの一歩の登場キャラクター、千堂武史が使用する技になります。スマッシュとは、ちょうどアッパーとフックの中間あたりの位置に打ち込むパンチになります。人間の急所である顎に向かって一直線に打ち込むパンチであるため、命中すれば非常に攻撃力が高く、ボクシングでは有効なパンチになります。しかしガードを少し下げた状態の位置から打ち込むため、放つ前はガードが緩くなっている状態であり、相手のパンチを受けやすいという危険をはらんでいます。このスマッシュを得意としていたのは、レーザーの異名を持ったドノバン・ラドック選手。ハードパンチャーとして大変人気があっただけに、切れ味抜群のパンチで数多くの KO を勝ち取り、相手を失神させた試合は見る者たちを非常に痺れさせました。ラドック選手が名を馳せたのは、1991年に王座陥落から間もないマイク・タイソン選手と2度の死闘を繰り広げたことからでした。試合開始直後、タイソン選手はいきなり激しいプレッシャーをかけてきます。得意の左右フックを狙うタイソン選手、ラドック選手も負けじと対抗することで激しい打ち合いになります。実は試合前お互い舌戦を繰り広げたこともあり、両選手とも相当な力が入っているようにも見えます。はじめに試合が動いたのは3ラウンド。相変わらずタイソン選手は前に出て右ボディを当てます。ラドック選手はなかなかペースをつかめず、一撃のカウンターを狙っているようです。しかしタイソン選手は左フックの打ち終わりにカウンターをヒットさせ、ラドック選手は背中からバランスを崩してダウンします。ここでは終われないラドック選手は、得意のスマッシュを208センチメートルという脅威のリーチで繰り出し、タイソン選手に対抗します。強力な攻撃であることは間違いありませんが、タイソン選手の首回りは50センチメートルを超えていたため、ラドック選手のスマッシュにも耐え続けていました。勢いがついてきたラドック選手ですが、迎えた7ラウンド、タイソン選手は左フックをガードの外から当て、打ち終わりに右フックを打ち下ろします。これが効いたラドック選手は押しやられますが、さらに追い打ちの左フックをヒットさせられてしまいます。ロープまで吹き飛ばされたところで、レフェリーストップがかかり、タイソン選手の TKO 勝ちとなったのです。残念ながら結果は敗北となりましたが、あのタイソン選手を苦しめたラドック選手のスマッシュは、今後もボクシング史に刻み込まれていくことでしょう。いかがだったでしょうか。ゲームや漫画に登場する技を実際に体現し、成功させることは、たとえプロ選手であっても至難の技であったことがお分かりいただけたと思います。そんな技たちを試合中に決めてしまう選手たちの努力量には本当に頭が下がるものですね。今後は一体どんな大技を私たちに披露してくれるのか、ぜひ一緒に注目していきましょうね。
チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本、私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺りで。